線総延長 2372.3 キロ、路線総数14路線。北の大地を支える JR 北海道。この動画は北の大地に住むとある若者が、松尾芭蕉もびっくりな JR 北海道全線フォアの道のりを記録したものである。記念すべき第1回に選んだ路線、それは8割を失った本線、日高本線。2021年3月、全線復旧が果たせぬまま向川様に似て廃止となった。こちらの現存区間、苫小牧から向川間を歩きます。まず下ごしらえとして、丸友食堂のホッツカレーを食します。噂に聞いていた通り、とても美味しかったです。10時45分頃、14キロ先の新津駅に到着です。この時点ですでに3時間、近く経過しております。まだまだ進むよう。海沿いは、苫小牧東港のフェリーターミナルを望めます。12時半、11キロ先の浜厚間駅に到着です。なんと、30分短縮の1時間半で踏破する区間新です。まだまだ進むよう。ブレイクタイムでキハ40を撮影しました。に入り、13時15分頃に2キロ先の浜田浦駅に到着です。午後2時、苫小牧を出て6時間、終点の向川駅に着きました。最後はバテたのでしょうか？ 1 時間かかりました。まだ向川から様似感廃止による、感謝の横断幕が残っています。足が棒になりながら、セコまで時間を潰すこと1時間、帰りの列車がやってきました。今回のデータはこちらになります。ちなみに1本後の列車に乗れば、向川列車も堪能しても帰りの列車に間に合います。皆さんもやる気があればぜひどうぞ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。